白蛇伝説は、1988年9月14日、公開のイギリスの映画。ブラム・ストーカーの小説、白蛇の巣の映画化作品で、制作、監督、脚本は、ケン・ラッセルによる。ローマ国際ファンタスティック映画祭、最優秀特撮賞を受賞した。日本では1989年10月21日に、劇場公開された。 1991年10月21日に、ケンラッセルの白蛇伝説のタイトルで、ポニーキャニオンより、VHS が発売された。また、2000年2月25日にハピネットピクチャーズより、DVD が発売し、2006年5月26日に、DC エンターテインメントより、再び発売されている。英国の高原地方の片田舎に、巨大な白蛇の伝説が存在する。 あの日、青年考古学者のアンガス・フリントは、宿の庭で、ローマ時代の大きな蛇の頭蓋骨を発掘する。スコットランドのある町で、白蛇の姿をした邪神の伝説を聞かされる。そして、白蛇の伝説を伝わる村以来、蛇が人を襲うという不思議な事件が続発する。その村の森にある、 神殿の家と呼ばれる謎の館に住み着く、謎の妖艶な女性レディ・シルビアが突然に現れ、男を誘惑する。実は、レディ・シルビアが、白蛇の邪神、ダイオニオンを建て祭る異教の蛇ややかしの化身であり、アンガスが滞在した民宿を営んでる、トレント姉妹のイブを誘惑し、転生を繰り返して、ために、諸女のイブを、ダイオニオンに献上されている。 白蛇を退治した聖者の末裔を担当するアンガスは、イブを救出するために、蛇ややかしたちと戦い続けていた。ありがとうございます。